民民主党、共産党と共闘で一致、がネットではない。内容はこちら。国民民主党が共産党と共闘で一致したようです。では、記事の一部を引用し、ご紹介いたします。国民民主党の玉木雄一郎代表と共産党の志位和夫委員長は20日、東京都内で会談し、立憲主義と格差の是正、多様性の尊重の3点を掲げ、政権交代を目指して共闘する方針で一致した。次期衆院選の選挙区調整を進めることも確認した。玉木氏は会談後、記者団に、安倍晋三政権に欠けている3点を実現するため、最大限協力すると述べた。志位氏は、野党連合政権の方向へ一歩一歩前進している。必ず実らせたい、と強調した。会談は国民側が呼びかけた。志位氏は15日には、立憲民主党の枝野幸男代表と会食するなど、野党連携の強化へ精力的に取り組んでいる。全く政策の違う共産党と共闘って、本気ですか？では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。立憲民主党足す国民民主党足す共産党イコール共に民主党。本当だ。次はこちら。共産党混ざるなら無理だな。混ざらなくても無理だけど。共産党と手を組むような政党を応援する奴が理解できない。こんな支離滅裂な共闘に日本国民が納得するとお思いですか？多くの日本国民は困惑すると思いますよ。次はこちら。って、マーケティングの概念がないのかね。なんか、何でもありになってきてますよね。これで支持を得られると本気で思っているのでしょうか。次はこちら。今後国民民主から離党が相次ぐだろう。これは確実に起こると思います。離党の波が押し寄せる可能性さえあるのではないでしょうか。最後はこちら。野党は戦う方向が常に間違ってる。日本を良くすることを一度くらいは考えてもいいのにな。その通りです。野党はやることなすこと、すべてがズレズレです。打倒安倍ではなく、日本のための政治を第一に考えていただけませんか。結論。野党が共闘する理由。安倍政権を倒して政権交代を目指す。こんな理由で誰が野党を支持できますか？野党は日本国民をどのような目で見てるのですか？あまりにも日本国民を馬鹿にしているとしか思えませんよ。日本国民が求めている野党は、与党と対等に対峙できる政策能力を持ち合わせ、日本の未来を考えた野党です。今の野党はその全てを持ち合わせているとは到底思えません。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会にチャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。